はい、どうもこんにちは。生涯全力スキーヤーの直樹です。さあ今回はですね、効果抜群のトレーニングを紹介したいと思います。はい、スキーのトレーニング、バリトレとか、バリエーショントレーニングでバリトレとかって言いますけども、今回ですね紹介するバリトレは、こちら外足に乗れるようになるという、めちゃくちゃ基本的なことなんですけど、そんな、バリエーショントレーニング、略してバリトレを紹介していきたいと思います。はい、で今回紹介する、そんなバリトレの、メリットですね、得られる効果なんですけども、まず1つ目がもちろん外足に乗れるようになることで、2つ目が、バランスが良くなること、体重のバランスが良くなることですね。で3つ目が、ターンスピードがアップすることです。はい、それではですね、実際にトレーニングご紹介していきたいと思います。はい、でトレーニング方法はめちゃくちゃ簡単で、このように、両手でですね両膝の外側を触るということで、ストックを真ん中に両手で持っていただいて、で、ターン中にですね、両外足の、外膝ですね、外膝の外側をタッチする、交互にタッチしていくっていう風にして、ターンをしていきます。はい、で慣れてきたらなるべく早いタイミングからタッチして、でターンが終わるまでしっかりと、グーッと触り続けるということで、そんな簡単、やることはすごい簡単なトレーニングですね。はい、ではもう一回見ていきましょう。で、このトレーニングの、注意点なんですけど、2点注意点がありまして、1点目が膝の外側をしっかり触るっていうことですね。ただ単に膝をタッチするだけじゃなくて、膝の外側をしっかり触るということです。で、もう1点がですね、せっかく外足に乗るトレーニングですので、こうタッチするときに外側の肩と、外側の脇ですね、しっかりとこの上半身も、外足の方に寄せながら、重さをしっかり乗せれているかどうかっていうことも気をつけながら見てみてください。はい、ということで、今回ですね、外足にしっかりと乗るためのバリトレを紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。外足に乗るっていう感覚ですね、意外とこう身につかないうちとか身についてないうちは言葉にすることって結構難しくて、なかなかその感覚を掴んでもらいにくいような、ちょっと難しい部分ではあるんですけども、特にね、これからスキー検定2級とか1級とか、もっと上のレベルを目指す人もですけども、こうしてね外足に乗っていくっていう感覚、それをしっかりと掴んでいただくために、こうしたトレーニングは非常に効果があると思いますので、またぜひ雪上で試してみてください。はい、それでは今回は以上になります。また次回にお会いしましょう。